はですね、沖縄美ら海水族館を満喫したいと思います。イエーイ。というかね、もう私たちね、満喫してきた後なんですよ。なんとね、ここの水族館今ね回ってきたんですけれども、めちゃめちゃ面白かったです。ねここのね水族館はね、私なんか舐めてたわけじゃないけど、本当に思ってた以上にすっごい楽しくて、めちゃめちゃ大満喫しました。で、1点だけね、ちょっとなんかこうんって思うところもあって、今日はねそれの、正直レビューみたいな感じでね、水族館で楽しんだ様子をお送りしたいと思うので、もしよかったらぜひ最後までお楽しみください。楽しんでね。それではですね、この日の朝まで私たちが宿泊していたホテル日光有平から美ら海水族館まで、途中こんな綺麗な海岸線の景色を楽しみながらドライブしていきたいと思います。美ら海水族館は沖縄の北の方にあって、那覇空港からだと車で1時間45分くらい、そして私たちが前日まで泊まっていたホテル日光有平からだと1時間30分くらいかかります。実はホテルのチェックアウトが12時だったので、チェックアウトギリギリまでシュノーケルをしてお風呂に入ってゆっくりしちゃってたんですよ。なのでニコダンはちょっと疲れていたので、道中ほぼお昼寝状態で北上しております。そんなこともあってですね、りょうちゃんがどうしても行きたいという美ら海水族館の中にあるブルーオーシャンカフェでお昼を食べようというお話になったので、道中どこかのレストランに寄ることなく空腹を我慢して運転しているところです。ブルーオーシャンカフェめっちゃ楽しみですよね。一席40分500円という有料の席に座ると、巨大水槽を目の前にして美味しいお食事をいただけるとかなんとかなので、それを楽しみにしばらくは空腹を我慢したいと思います。ちなみになんですけれども、那覇方向から来る場合は国道505号線を北に進んで美ら海水族館方向へ左に曲がる場合、こちらにファミマがあるんですけれども、ここでは当日でも使える入館割引券が購入できます。1割引きだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけれども、よかったら立ち寄ってみてください。それでは美ら海水族館に到着しました。お腹が空いていたので速攻で館内に入りたいところだったんですけれども、エスカレーターからの景色があまりに綺麗だったので、とりあえずこのエスカレーターを降りてまた登ってみました。天気のいい日はまずこのエスカレーターに乗るだけというアトラクションもめっちゃおすすめです。それではお腹ペコペコなので、入り口からいろいろすっ飛ばして、とりあえず早歩きでブルーオーシャンカフェまで進みます。なんかもしかしてこれはちょっとひどいかもって思うのが、麺が固まってるんですよ。わかる。でも一瞬でできた。一瞬で出てきたってことはそれなりのものだよね。ファーストフード的な。ちょっとそう。だってほらこれとかも全然固まったまんまだもんね。ちょっとここはあれだな。私的にはちょっと正直言うと、今までで一番辛口で言わないといけないかも。いくらなのかな、これ。いかかな。大丈夫なのかな、これ食べて。そもそも
ということでですね、残念ながらお腹ペコペコで行ったんですけれども、あまり食べれずのまま、でも気を取り直して入り口から見て回りたいと思います。今回は私たちが気になったお魚たちを早回しで一言解説付きでお送りしたいと思うので、ぜひ一緒に楽しんでください。あと10分でイルカショーが始まるのにね、ジェラート屋さんを見つけちゃって食べることにしました。急いでいただきます。私は黒糖レーズンと紫芋、そしてニコタンがイチゴとイタリアンチョコレート、そしてフーちゃんがなんだっけ、フルーツミックスソルトなんかすごいよね、よー特別だよニコタン、イエーイ。おいしい、おいしい、うん、食べてみて、食べてみて、いいよ、また、うん、どう、シークサワーみたいな、シークサワーみたいな、レモネードみたいな味、ロジャー好みだね、じゃあ、うん、黒糖ラムレーズンいきます、ここも食べてみよう、いただきます。
これ美味しい。黒糖ラムレーズン美味しい。うん、私これすごい好きだな。甘さがめちゃめちゃちょうどいい。すっきり。これ紫芋。あ、紫芋も美味しい。うん、どっちかっていうと私は黒糖ラムレーズンが好きだけど、紫芋もめっちゃ美味しいです。美味しい。なんかすごい優しい味。なんかアイスの中ではここ最近食べた中で私ここのアイスが一番好きかも。すっごいいい。ここニコタンのイチゴももらってみる。りょうちゃん、この黒糖ラムレーズンちょっと食べてみて。紫芋も美味しいけど黒糖ラムレーズン美味しいよ。すごい優しい甘さ。大丈夫でしょうこれ。あ、いちごもめっちゃ美味しいじゃん。ほんと甘さが優しい。これチョコレート。うん、なんか全然こってりしてない。さっぱりしたチョコレートって感じ。いいんじゃない。ここ、これもなんかほらゆずみたいな。あ、これも美味しいじゃん。なんかニコタン的にはこれゆずみたいな味だった。ほんとだ、ほんとね、なんかゆずみたいな感じ。あ、これ美味しい。私全然これ注目してなかったけど、もう美味しいのって言ってたけど、そう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 、私的にはこれ全然注目してなかったけど食べたらめっちゃ美味しい。これ、うん、あ、なんかすごいさっぱりするね。それめっちゃさっぱりするね。そしてなんか食べたことあるようで、なんか次の瞬間あれ食べたことないって感じの不思議な味。これこの組み合わせがめっちゃおすすめです。紫芋もすっごい優しい甘さで、こっちもすっごい優しい甘さ。てかここのアイス屋さん全部優しい甘さだね。好きだった。これさ、なんか宮城県にも出してほしいな、これ。みんなでさ、この中でどれが一番美味しかったか。せーの。あ、やっぱり。あ、ちゃんだけ。ねこたんもこれが美味しかった、うん、やっぱり。これ美味しいんだよ。これもね、美味しかったけど、りょうちゃんはこれだよね。さっぱり系だから。私これすごい好き。
これマナティオンリーバージョンじゃない？柄が違うの。美ら海水族館だけでしか買えない柄になってる。ふーちゃんのネクタイ、これいいんじゃない？なんかこれとか可愛い。この中から一つずつにする？うん、みんなに合うの。うん、いいよいいよ。好きにして。この的にはこれも可愛いから。うーん、いいじゃない。シーサーさん、これ買っちゃうもんね。やったね。はい、ということでね、今回の美ら海水族館いかがだったでしょうか。すっごい驚きポイントがねたくさんあってね、私たちってね普段ね仙台に海の森水族館っていうところがあるんですよ。で、うん、年間パスポート持っていて結構ねしょっちゅう水族館に行くんですよ。あそこから入って取っておいて、もうしょうがないからパパに行って取ってもらいな。ゆうちゃんがスミジサンダル取りに来ました。で、私たちね本当今日もねニコタンを楽しませるためにね来たんだけれども、回ってみたらね私たち親もねすっごい楽しみました。すっごい楽しかったです。だけ本当にね残念なねところはあったんですけれども、それ以外のところはすっごい全部満喫しました。でそしてそしてね、あ帰ってきた。よかったね、みこさん。びっくりしたね。びっくりしたね。で私的にはね本当にお魚たくさん見れたところも楽しかったし、ウミガメもすごい大迫力だったしね。でマナティもなんとね意外と草食だったってことが分かってね、本当にいろいろなところで驚きポイントとお楽しみがたくさんあって。ただね、レストランがちょっと、そうだったね、本当レストランが残念だった。残念だったね、あれはね、まあ、本当私あんまり普段からね辛口で行かないようにしてるんだけど、ちょっと今回ここのねレストランはね正直いただけないなと思っちゃった。どうですか皆さん、なんか来たことある方でね、いやいやそんなことない、美味しいよっていう方もいらっしゃると思うのでね、味の好みは人それぞれなのでね、私たちにとってはということで解釈していただければと思います。なんだけどイカソリパスタはあんま美味しかった。ちょっとなんかあれやばかったよね本当ね。なんだけど本当にそれ以外のところでは本当に楽しめるポイントがたくさんあって、ここの美ら海水族館は大満喫しました。でこの動画を見てられる方の中にはね、もうたくさんこの美ら海水族館に来られたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、今回はね私たちの視点でこの美ら海水族館を楽しむ様子をねお送りしてみました。いかがだったでしょうか。そして、もしね来られるんだったらね、閉館ギリギリに来られてもいいかもしれない。なんでかというと、ここから見えるサンセットが今めちゃめちゃ綺麗です。なのでね、もしよかったら、午前中からね来られても夕方までねゆっくりされて楽しんで帰られたらどうかなと思います。ということで今回の動画を見て、もし美ら海水族館行ってみたい、楽しそうと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバイ。バイバイ。そして来たことない人も、来たことある人も改めて行ってみてね、楽しいから。やっほー。どうだった？楽しかった。よかったね。うん、また来ようね。うん。